バイバイ。今だけだよね、でもこんな、やたやたでさ、手つないないと歩けない。おはようございます。今日も我が家はうーたんが一番最初に起きました。今日の朝ごはんはこんな感じです。食パンと、バナナヨーグルトとチーズです。はい。はいです。じゃあぜ。パンです。パンです。でも最近結構いろんなものをちょいちょい何でも食べるようになってきたので、ただなんか大人の取り分けとかの方が好きみたいで。最近は結構取り分けとかが多くなってきてます。はいはい、あ、いらないの？バナナやっぱパンがいいの？はい、チーズがいいんだ。これが大好きなんですよね。チーズが大好きです。うーちゃん大好き。うーちゃんチーズ大好き。あ、あけた。結果はパンは全部食べてチーズも全部食べたんですけど、ヨーグルトを残しちゃいました。最近スプーンであげるのすごく嫌がるのと、あとヨーグルトは半分ぐらい食べてくれたんですけど、ヨーグルトにバナナが入ってるのをなんか今日すごく嫌がって、なんかバナナめちゃくちゃ好きなんですけど、なんか混ぜるなみたいな感じで食べてくれなかったです。こんな感じでした。お兄ちゃんを幼稚園に送りに行きます。はい、ウータンはエールベベのパパットです。ウェイチョンミーだね。はい、
チャイルドシートから抜け出せないように追加でベルトつけてます。このエールベベがこのベルトが立ち上がってるのですごく座らせやすいです。うーちゃん眠くなっちゃったの。ミルク飲んでねんねしようね、一回ね。ママが花粉症でダウンしてしまって、いつもだったら薬飲んでそんな体調悪くならないんですけど、今妊娠中で薬が飲めないっていうのでかなり辛そうなんで、今寝室で寝ちゃって、でウータンはミルク飲んだんですけどなんか結局寝なくて、今日朝7時半ぐらいに起きてから一回も寝てないんで眠いのかなって思ったんですけど、今とりあえずアンパンマンパンをあげてます。おいしい、ゆうちゃん。アンパンマンパン自分で食べてくれるんで助かります。もう一個あげる。じゃあ本当はねお昼ご飯なんかチャーハンとか作ろうかなって思ってたんですけど、ちょっと僕もお仕事があってあんま時間が長いのでちょっとねアンパンマンパンで我慢してもらいます。ごめんね、ゆうちゃん。おはよう、おはよう、おお。ゆちゃん、おはよう。よ、よ。はいはい、抱っこね。バイバーイ。当てて風呂閉じる。ゆちゃんバイバーイ。行っちゃった。行っちゃった。やっぱ本当今だけだよね。でもこんな。こんなヨタヨタの。ヨタヨタでさ、手つないでないと歩けないみたいな。今。
ってらっしゃい、うーちゃん。バイバイ。どんな体勢でもバイバイはするわ。お兄ちゃん迎えに行ってらっしゃい。よろしくね、お兄ちゃんのこと。行ってくるわよ。うーちゃん、バイバイ。ほう。ほう。お兄ちゃん送って帰ってきました。あれ取る。はい、うーたん最近ハマってるこの初めてのシリアルを食べます。よいしょ。はい、どうぞ。うーたんが食べてるのは緑黄色野菜と果物。ウータンの夜ご飯はこちら。はい、ウータンの夜ご飯はこちらです。鮭フレーク混ぜたご飯と大人の取り分けの豆腐ハンバーグと大人の取り分けのポテトサラダとバナナです。それではウーちゃん、いただきます。あー、うん、はい、ふーちゃん、やばすぎ、無理やり引っ張って取る。あ、ガチガチ、はい、ガチガチ、これで痛くない、痛くない。上手すごいね。